バンカーに通信。こちら 2B、応答せよ。オペレーターより 2B。 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間も。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。ナイエスはどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。 9S さんをお願いします。了解。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号検知。微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。
バンカーより 2B さんへ。こちら 2B。 実は各地のアクセスポイントが壊れてしまったみたいで、超巨大機械生命体の EMP 攻撃の影響みたいです。もし移動中に壊れたアクセスポイントがあったら修復をお願いします。了解。何か用か。微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー？ああ、ヤツらが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。その辺りに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビ、赤い髪のアンドロイドは？いや、何でもない。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも？微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば捜索の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや、他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。
あんまり私たちと仲良くしない方がいいけどな。デボル。早速スキャナーにブラックボックス反応があるな。なるほど、これは便利かもしれない。捜索機体の 9S は海上で巨大爆発に巻き込まれた。提案、水没地帯での 9S 捜索。了解。それにしてもなんだか今日のポッドはよく喋る。皇帝、私は支援ユニット、必要に応じて会話を行う。提案、トゥービーの自発的会話を増やすこと。否定する。